昔のバイクってこう革のバンドでタンクをねぐっと止めてたんですけど、それをこう表現しているようなデザインになってます。こんな感じでデカールの厚み分上にクリアがね盛り上がってますから、このデカールの段差を消していきます。でまずではですね、CB400 フォアの方ですね。実は、今この動画撮ってるのは年末なんですよ。で、今やってる作業、まあこのスポーク張り替えやってるんですけど、ちょっとね、合わせ目消しでパテの乾燥待ちなんで、その時間を利用して、他の部分、フレームとタンク、特にタンクかな、タンク、そうですね。燃料タンクの、合わせ目消しとか、これは塗装した後に、研ぎ出しを行いたいんですよ。で、早め早めに、作っとこうかなと思いまして、持ってきました。いや、この燃料タンクもね、前にお話したように、ちゃんとタンクの裏側のパーツが入ってるのが、非常にいいなって感じです。のサイドカバーもね、今回は黒で塗ります。お客様の乗られてたバイクがサイドカバー黒になってたってことなんで。やっぱりね、流し込み接着剤よりも、こっちの接着剤の方が、後々は耐久性があるというか、まあ、割れにくいですよね。で、これ塗ってすぐね、合わせちゃうと、ムニュって出てきちゃうんで、ドライヤーで、ほんの少し乾かしてやって、で、それから、こう、接着してやると。とにかくね、車のパーツ、バイクの、車のプラも、バイクのプラも、取り出しといて、塗装表面をね、綺麗に磨いていく工程があるので、で、そのためには塗装を、塗料を、塗った色を、完全に乾かさない、乾燥させないとダメなんですよ。その乾燥にどうしても時間がかかりますから、これを早め早めにね、やっといた方が、いいです。まあ、今回はエンジンの方から組み始めたんですけれども、まあ、エンジンを組む前に、これの塗装をね、先にやっといた方が時間の調整が効きますから、その早めにやらなきゃなと思ってたんですけどね。ついついこの段階まで伸ばしちゃいました。それはエンジンの冷却フィンを組み上げたかったのと、スポークホイールを早めにやりたかったっていうのがありますね。はい、合わせ目をね、消すのと同時に、ちょっと段差があったので、段差ができちゃったんで、ポリパテを使って、その段差をね、消してます。まあ、タンクの上にこういう風に出っ張りがあるじゃないですか。まあ、プレスされてるんですけど、これはね、まあデザインっちゃデザインなんですけどね。実はこの CB400 フォアっていうのが、日本初の、その、カフェレーサースタイルの市販車なんですよ。
当時のオートバイってみんなこう殿様乗り、いわゆるだからステップがこうちょっと前の方にあって、でハンドルもねアップハンドルで、そういうのがまあ多かったというか、ほとんどそういう感じのバイクだったんですけど、この CB400 は4フォアはね、あれハンドルはどうなんだろう、オプションだったのかな。まずあの根治版ではないんですけど、根治版ですね、セパレートではないんですけれども、根治版がついていて、でステップもちょっとだけバックステップ、クラッチよりもね、後ろ側にステップがあります。そんなバイクですから、で実はこのタンクの上のこれっていうのは昔のオートバイのあのタンクを止めてる革のバンド、昔のバイクってこう革のバンドでタンクをねぐっと止めてたんですけど、それをこう表現してるようなデザインになってます。はい、それでは、タンクとかね赤く塗るところ黒く塗るところを塗装していきます。まずね、サフェーサーですよ。まあ結構粗めのねヤスリで、面出ししてるんで、そのヤスリの跡を消していくということですね。これ違うようになる。はい、それで、サフェーサーが乾いたらこれを磨いていくんですけど、何番でいこうかな。2000番でいいかな。2000番ですね。で、こいつで表面をね、さーっと磨いていきます。サフェーサーが取れちゃってね、下のプラが出てきても、それはまたこの上に、今度はあの、ベースになる、下塗りのね、フィニッシャーズのファンデーションピンクを塗りますから、まああれもサフェーサーと似たようなもんですから、だからここでプラが見えてきても問題なしです。あと裏側はねこれは磨かないですよ。実際タンクの裏ってどうなってんでしょうね。いやー覚えてねえな。自分が乗ってた SR400。SR400 ってどうなってたっけ？タンク外した記憶はあるんですけど、裏側の塗料の状態まで観察したことってなかったな。はい、それではフィニッシャーズのね、ベースホワイトじゃねえ、ベースピンクじゃねえや。なんだ。フィニッシャーズのファンデーションピンクですね。で、下塗りをしていきます。で、この下塗りをすることで、赤にするんですけれどもね。赤ってすごくムラが出やすいですから、まあ今のこの赤いとこ、グレーのところがまんまムラになっちゃうんですよ。で、それをなくすためのピンクの塗装ですね。サフェーサーと同じような塗料なんですけど、非常に粒子は細かいので、このファンデーションピンク自体は、ヤスリはかけないです。はい、それでは、実際に赤を塗っていきます。で、赤ってね、いろいろな色があるんですけど、手持ちの色でイメージに一番近かったのが、まあ、普通の3番の赤でしたから、それを塗っていきます。一回では塗れないので、何回かに分けてね、少しずつこう色を重ねていく感じです。はい、それでは続いてですね、デカールを貼っていきます。まあこれだけテロンとしてるんでね、クリアは塗らなくてもいいでしょう。
デカールの下のラインに平行に貼ってやります。でまあ、反対側貼るときは、その位置をね、ちゃんと右側と対称の位置に来るように貼っていかなきゃなんすよ。はい、じゃあデカールはね、2日ほど乾燥させます。この上にね、クリアをまた塗っていくんですよ。デカールに水が含まれてるとあまりいい影響はないですから、ひび割れとかの原因になりますので、 2,3 日このまま放置しておきます。デカールを貼って乾燥させた後、まあ3日ぐらい置いておきましたね。でまずデカールにクリアをなじませるために、フィニッシャーズのオートクリア薄い希釈3対7ぐらいかな、まあ1対2.7らしいです。3対1ぐらいの希釈、薄めにしたやつを、まあ、デカールにさーっとかけてね、3回ぐらい砂拭き。で、それでクリアをデカールになじませて、でその後1対1に希釈したクリアを、どうだろう。5回ぐらい塗ったかな？厚塗りしたかな？どうだろう。結構こう置いてあった。まあ、他のね、車体の方、フレームとかね、いろいろ組み立てをやってたんで、2週間ぐらい、2、3週間。そうですね、2、3週間、自然乾燥してます。で、今から行うのは中研ぎといって、まあ、これまだ表面そんなにツヤはないですよね。そのツヤを、ツヤのないザラつきを消すのと、あとデカールがどうしても、こんな感じで、デカールの厚み分上にクリアがね、盛り上がってますから、このデカールの段差を消していきます。で、まず、使うのは2000番と3000番とか4000番とか。で、この2000番で、デカールの上だけを集中して削ります。塗っててちょっと感じたんですけど、まあ1対1に希釈してあるはずなんですけど、なんか薄いような感じがしたんですよね。まあちょっと慎重にね、デカールが危ないという兆候が見られたら、一旦中研ぎをね、止めようと思いますけれども、多分大丈夫だと思いますけどね。で、この後、全体を、4000番の、スポンジヤスリで削って、鳴らしていきます。で、まぁ、こんな感じで磨いてやるとザラつきが消えていて、全体的にまぁ、ヤスリの傷で曇った風になると。塗料っていうのは、濃度が濃いとザラつきが出てしまって、薄くすると、こう、均等に広がっていって、まあ、つるんとした仕上がりになると。つるんとした仕上がりになるから、その後の研ぎ出しが楽になるってことですね。まあ、このようにしてね、タンクとサイドカバーの方も、仕上げていきます。今回は研ぎ出し楽だな。はい、それではですね、タンクの方を、仕上げの研ぎ出しをしていきます。現在こんな感じですね。中研ぎをして、薄く溶いたクリアを5回ぐらい塗ったかな。で、中研ぎは4000番でやってるんでね、今度6000番を使います。まあ薄いクリアを塗ってるので、かなり表面は滑らかなんですよ。で、それを、まあ、さらに、ツヤピカにしていこうということですね。あと、このストロークの方向ですけどもね、今、6000番で、この方向にやってますけど、この後の8000番では、ちょっと方向を変えてね、8000
旋盤どこ行った、方向を変えて、まあ、斜めに、やったり、まあ、直角、こういう方向にね、磨いていくとか、磨きにくい場合はこう斜めにしてやるとかね、そういうことをやりますけどね。あと、エッジの部分。これ一番下がね、エッジになってるんですよ。こう、クランク状に、タンクの一番下が曲がってるんで、そこの赤を落としてしまわないように、まあ、そこは避けるぐらいの気持ちで、磨いていきます。で、これをね、6000、8000、1万まで、ヤスリで磨いていきますね。はい、1万番までの花瓶ヤスリを使って仕上げたのがこちらですね。だからこうやって見るとね、今、紙ヤスで6000番から磨いてきたんですけれども、その紙ヤスを当てる前の状態に戻ったように見えるじゃないですか。ところが、結局塗装吹きっぱなしの状態ですと、やっぱり、その、いかにその、薄いクリアとはいえ、スプレーのね、つぶつぶ感が出ちゃうんですよ。で、そのつぶつぶ感を消してやったっていうことですね。で、こっからコンパウンドで仕上げていきます。使うのは一般的なこのタミヤの、粗め、細め、仕上げ目ですね。これを使って磨いていきます。で、僕の場合は、コンパウンド掛けは、あれです。スポンジを使いますね。まあ、いつも申し上げてるように、ダイソーで売ってる、超吸水スポンジを使います。で、この超吸水スポンジね、乾いてくると硬くなってくるんで、それがネックなんですよ。硬くなった状態で磨いちゃうと、傷がついちゃうんでね。だから、もしも皮が張ってくるような感じがあったらば、水に一回つけて、で、絞って、で、磨きます。まず粗めからですね。面々でね、磨いてやればいいと思います。まあ、ここをずっとこうやってるだけの動画になっちゃうんでね、磨き上げたらまたカメラを回したいと思います。はい、液パイね、つけちゃいました。こんな感じですね。で、まあ、なかなか金属感は出たんですけど、若干ね、やっぱり通常、本物のメキと比べると、ちょっとって感じはしますね。まあ、ただ、合わせ目が完全に消えたので、これでいいのかなと思います。で、次にね、タンクを乗っけるんですけど、タンクの方も、研ぎ出しまで動画にしたんですけどね。現在こんな感じです。ツヤ的に、まあ、結構、綺麗になったと思います。で、燃料コックがね、燃料コックっていうのはこう、エンジン回すときにね、これオンにして、油を、ガソリンをね、キャブレターの方に送る。まあ、バルブなんですけど、燃料コックのパーツがこれですね、これ。このちっちゃいの。で、これをタンクの下にくっつけるんですけど、接着用のね、ピンがないんですよ。ここにね、大きな穴が開いてたんですけど、全然そのピンがなくって、もう直、こう、細いゲートに、もうストーンってなってたんでね。で、まあその足をね、作ろうかなと思ったんですけど、穴が大きいんで、こっち側に穴開かないんですよ。そんな太い穴がね。だから、ここ伸ばしランナーで、一旦埋めて、で、そこにピンバイスでね、0.6 ミリぐらいの穴を開けて、0.6 ミリの真鍮線で繋いでやります。
はい、タンクが出来上がりました。で、タンクはね、ここに乗っけるだけで接着しないでねって書いてあるんですよ。で、この後まだね、工作の方がありますからこれではタンクどっかに飛んでっちゃうんでね、とりあえずタンクの方は別で保管しときます。はい、それでは本日は、タンクの塗装を進めてみました。あとはまあ進捗状況としてはこの液灰ですね、取り付けまでやってます。いやー、この液灰かっこいいですね。今までこの年になるまでね、ホンダのバイクで一番綺麗だなっていうのがこの4フォアの液灰じゃないかなってね、僕の中ではね思うんですよ。はい、それでは本日の動画が、皆様のプラモデル作りのお役に立ったのであれば幸いでございます。それではまた。